主人公はふるさとに戻り、愛する運命の彼女と結ばれました。物語を語るのが大好きだ。どんなことが起きようと自分の手で病床から離れられない彼女にとって、頭の中で何度も何度も書き直して作り上げた物語を祖母に語るのが一番の楽しみなのだ。彼女の祖母はいつも嬉しそうに耳を傾けている。99番目の物語も満足できる出来栄えだった。だけど明日聞かせる物語は今まで以上に面白いお話にしないと。なぜなら100番目の物語だから。少女はそう心の中で決めた。何があったのかしら。いかん。おばあ様、どうしたの。ここでじっとしてて。おばあ様。大丈夫よ。彼女の心に恐怖と憎しみが渦巻いた。たった一人の家族なのに彼女は無力で何もできなかった。さてこの物語はどう終わるのか。歩けない少女が一人で生きていくなんて到底不可能なことだ。今まで触れた何より温かかった祖母の体がだんだん冷たくなり、腐敗していく姿を目の当たりにして彼女は何一つできなかった。何一つ。涙が枯れるほど泣いた少女はその場を離れることにした。吹雪の中、彼女は思い通りに操れない体を必死に動かした。これからはどこでどう生きていくのか彼女にも分からない。大切な祖母を殺めた妖怪を探し出して死の道連れにするか、それとこのまま進み続け彼女しかいないこの村から出てこの悲劇を誰かに伝えるのか。ううん、きっとこの物語は寒さに耐えられなかった彼女が自分の一生を思い返し静かにこの世を去って終わる。そっか、これが100番目の物語なんだ。何一つ面白くない。私の100番目の物語。物語を流氷だびにしちゃダメ。最後まで聞いたあたいががっかりするでしょ。